ゴールキーパーが串引きです。今日右にちょっと川上を予想してみました。渡辺光大が出ています。白輪は今日はサブからの登場で旗尾で、今日は右に小島を予想してみました。ダブルボランチが久保田と風間、右に白石、白石は今シーズン初めての先発です。そして左に加藤、ツートップは前節と同じで北川、高木、こういった布陣で予想フォーメーション組んでみました。ゴールキーパーポープウィリアム、ディフェンスは奥山、そして菅沼が移籍後初先発で高橋、尾長です。ダブルボランチが安井と高江、右に太田、左に平戸、山口が8試合ぶりの先発ということで、ご覧のような位置置いてみました。でトップがドゥドゥです。さあここはデュエルの戦いです。ボールが町田にこぼれる。奥山から縦空いている太田だ、そして中に平田が入ってくる。シュートを打っていった、太田シュート、オープニングシュートはこの太田です。狙ってますね、あそこ、はい、いつそっちに持っていくのか。さあ高江向いた、持ってった、さあ前空いてます。一回中に戻す、縦に送って安井から縦、うん、拾った高江、ミドルあります。ここいいところ持ってきた、シュートを打った、どうか入った、平戸、太田を落として平戸、町田先制点、前半の9分です。まずここの町田のね、この先ほどコンビネーションの話しましたけど、はい、まずこのパスも素晴らしかったし、ここのワンタッチのところもね、落としてくれるっていうのを信じて平戸はもう要求してますよね、はい、またシュートもね、決して簡単なシュートじゃないですけど、相手の足の間ですか。なるほど、あとはサイドネットね、しっかり降りてきているのが加藤です。ここはプレスをかけていく、ドゥドゥ戻します。串引きからこれグランダーのボール、ちょっと取られるぞ、危ないところでした。安井がちょっと狙う感じで蹴っていきました。他にバイタルのところ縦パス入れてもいいんでしょうけど、はい、川上がオーバーラップ、中に入れてシュートだ、加藤、うわ北が打てなかった。いやビッグチャンスでした、加藤の、ね、これ先ほどのシーンですね、はい、一瞬空きましたよね、ここよく見てましたし、キックの質も素晴らしかった、うん、その中に入れて風間、ここはちょっと低い位置です。小島、加藤、この2人のワンツーも非常に効いてます。逆に持ってきました、小島からバウンドして白石、さあ中北川、そして高木入ってますけれども、今の意図としてはどうでしょう。さあ真ん中持っていって加藤、ドリブルで入っていって、シュートで終わりたいですね。そうですね、シュートコード完全に消しています。町田、久保田から加藤に入って、加藤入っていった、シュートだ。久保ともいいところに入っていきました。川上についているのは菅沼です。ちょっと川上倒れます、向こうサイド、さあ久保田から中に送って柔らかいボール入ってシュート打った、これは外してしまった。渡辺光大ビッグチャンスでした。監督のコメントにもありましたけど、クロスですよ ね、クロスを大胆にっていう指示通りの攻撃だったと思うんですけど、いやこれは決めたいですよね。あドゥドゥが、あドゥドゥがいった、ドゥドゥでしたね。あっとどうでした、あ PK 取りましたね。そしてイエロー、白石手を出しましたか、おそらく、いや白石だったら2枚目ですもんね。ああやっぱ白石か、そうですね、ちょっとこの角度だと、風間に当たったっていうことを言ってますよね、群馬サイドは。風間自身も何やら言ってますけれども、まあ、実はね、はい、VAR ないんでも、ね、はい、ちょっと確認のしようがないですね、はい、決めてきた方角に入れてきました。
22節に続いてのゴールです。あ、最後までよくキーパーの動き見てましたね。はい、ボールは見てませんもんね、はい、けれど、あのフィールドプレーヤーゴールキックは含めて5人目だったかな、600を超えたのは。おお、これは本当に金字塔です。素晴らしいですね、はい、おっと、これ細上からのボール取って深堀、深堀狙っていく、細上からのボール、高橋が弾き返します。町田は安井と長谷川はちょっとポジション変わってるんですかね。そうですね、はい、安井前ですね、樋口健逆か、あ、ちょっと中に、ね、安井が待ってたんですね。弾き返します岡野。あ、ここで試合終了。連敗を阻止したのは町田でした。2連敗でストップ。一方の群馬ですが、これで10戦未勝利、5連敗ということになりました。